選挙管理委員会は説明会に13陣営が参加していたことを受け、スペースを増やすなど対応を検討するとしています。一方、市政にも、はい、てんちゃん、猫タッチして、猫タッチタッチタッチ。検討されていますが、今日新たに検討の対象となっていた城東区の細井敦子区長が退職届を提出しました。1人目のために市が支度金を支出するのは不当だとして、お、捕まえた、うまいやん。うちの税金ですね、税金を使えてほしくないのは地域を重視するだけに市民の方々が納得していただけるときに、そこには魚おらんで、うん、そっちそっちそっち、うん、画面、あ、そう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 。変更してお伝えしています。関西空港での持ち込みの話題は日を改めて放送いたします。ではこの後はスパラバです。 J リーグ開幕を前にセレッソ大阪のホルラン選手が早くも公式戦デビューです。